次は原口さんとコージーさんとみかんさんと松村さんとミラクルさん呼んでみた。モノマネさん好きやな。その5人と1回が集まってるとこ1回見たいねん。ほんまモノマネさん好きですね。コロッケさんはなんかちょっと別格というかバチンとおんねんけど、リアル俺の中でのモノマネしてんの誰やろうと思ったら4人絞られへんかって、はい、5なって思うて。だから一回ちょっと5集まってほしい。一人やったらもうミラクルさんでもええねんけど。ああミラクルさんもホヤソに来てもらったぐらい好きやねん。俺ほんま生まれ変わったら結婚したいなと思うぐらい好き。さあ、今回はですねこの歌詞すごない、うん、というものを持ち寄ろうということで、はあ、それぞれ持ってきていただきましたと。まあいっぱいありますもんね、だからどういうね、その聞いた時の自分の置かれてる状況とかもあるやろし。いやそれでかいんだ。なんかもう10年前ぐらいから聞いてんのに、ある日ふとあこのことってこんな風なことを言ってはんのかってなんか気づくようなこともあるしね、あとなんか政治なんか歌詞なんか一切聞かへんっていうの、もうメロディーそのノリだけみたいな、俺はもう歌詞しか聞かへんぐらいの感じやね。へえ、それもそれでまた僕もどっちかといえば、政治さんに近い方ですね。どっちかというとこう、はい、音で、どれぐらいのテイストのことを皆さんが持ち寄ったのか、ねえ、なんか、なんかボケるのもちゃうし、いやいやそのつもりはないです。ああそれはちょっと寒いなと思って。はい。後藤どう？もう あほんまにええなと思うやつでいいですよね。もちろんもちろん。やっぱ長渕剛さんですね。中学校2年の時から、まあ、ギターは、始めたのが長渕さんの影響、小学生の頃から姉ちゃんの横で家族ゲーム2親子をジグザグ親子ゲーム、いろいろ見てまして、でトンボ、うわー衝撃受けてギター始めることになるんですよ。でそこからこう遡っていろいろ聴いて、確かにすごいいい曲がたくさんありますっていう中で、あーってなんかほんまにちょっと、後に思った、それをさっき言ってたジュニアさんが、ああようよう考えたらすごいな、普通に聴いてたんですけどね、ネバーチェンジって曲なんです。もちろん有名で、長女が生まれた時、初めての子供が生まれた時に作った歌ですね。で、これなんですよ。アルペジオから始まりましてね、で出だしがこれなんです。そして素っ裸の両足は大きく開かれ、絞り出されるように、けたたましく怯えていた。まあその出産シーンから始まるのね。これだけ聞くと、あそういう状況なんやなっていうことなんですけど、そしてから始まる歌ってなくないですか。なんか子供が生まれるってこうすごいドラマがあって、どの状況を切り取って歌おうかな、このそしてが例えばですよ、予定日は過ぎててどうなんかな、ああなんかな、いつ生まれてきてくれんのかな、あれちょっとこう陣痛も来たでみたいなことも、心配なことも喜びもいっぱいあって、そして、要はエピソードゼロがあるんじゃなかろう、なるほどね。ほんでもっと言うと、結婚して子供が欲しいねって2人では言ってて、楽しい時も喧嘩もあって、なかなか子供ができたのかできなかったのかわからないですけども、これがエピソード7か8にもこう、そうですね、もう2番の歌詞とかやったらな、うん、1番でいろいろあって、そう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 、いろいろ経て、そしてからこの「そして」だけでなんか歌の幅、ストーリー、奥行き、はいはいはい、が僕はなんか子供生まれてやっぱりちょっと思ったこともありました。なるほど、ね、なるほど、いろいろあってのこれやった、ね、っていう風に僕は思いました。なるほど、すごいね、はい、まあいい絵から始まる歌もあるけどな。いや、言い私はサソリ座の女ありますけど、ね、なあれも誰かに問われたんやろなってな、エピソードゼロが
あの天秤座のさ、いいえって。ヤギ座の男やったよね。やっぱエピソードゼロはありますから、ね、いやほんまに。なるほど、素敵やね。僕はまあ、ドラゴンアッシュずっと好きで、ドラゴンアッシュのレッドユアセルフゴー、レッドマイセルフゴーっていう曲がもう多分20年以上前にもう出てるんですね、うん、でそれは、まあ、そっからそんなにライブってしょっちゅうはやらなくなって、何年か前に20周年の記念のライブがあって、うん、で久々にちょっとアレンジ変えてそのレッドユアセルフゴー、レッドマイセルフゴーをやったんですね。で、あ、なんかちょっと久々にライブでは聴くかなぐらいの感じで聴いてて、で、まあ、ずっと聴いてたのにそんなこと思ったことなかったのに、ある歌詞で、え、これ芸人にとって大事なことを歌ってるよ、うん、思ったんです。へー、すごいなんかこうバラエティ番組とかにおける芸人にとって大事なことを、え、歌ってないみたいな、急に。で、それがその歌詞が、恐れから来る一歩の遅れ、それがもたらす致命的なロス、うん、悩む前に体で反応、勇気あるものが持ちうる本能って、めちゃめちゃ大事なことを、ひな壇の歌やった。ひな壇の歌。もちろんそうなんですよ。だから KJ はこれ多分作った時19ぐらいだと思うんですけど、うん、そんなひな壇で座ったこともないし、今もないわ、あの人は。今もあの人ないわ。一切こんな芸人に刺さるという想定で作ってないんですよ、むちゃむちゃなんか大事なことを、言うてんなっていうか、その人が聞く人が何の職業かでも多分刺さるんやろな。そうかそうか、そうそうそう、だからほんま若者たちは行動せよっていう全般に言ってる曲やけど、自分に当てはめれる。ちょうど40ぐらいに聞いた時に、なんかあれ、これ何回も聴いてる曲やけど、むっちゃ芸人にとって大事なことやんって急になったという、だいぶ遅れてたもんね、あなたね。そう、恐れてさ、このボケ別になんか今言う感じじゃないかなって言うて、ロスだらけ、ね、それがもたらす致命的なロスですよ。致命的な、そこで言うといたら、ポンって受けたりするし、あんま自信なくてもタイミングさえ良ければバーンってなる可能性もあるけど、一歩の遅れで致命的なロスを生み出し、それより悩む前に体で反応、勇気あるものが持ちうる本能、勇気さえあったらそこでいけるんだっていう。そやな、まあ、未だにこれできてないんですけどね、僕は。俺がひな壇で一生懸命背中を押してる時のそれに抵抗する力の強さ。恐れから来てんのよ、あの。その、俺は斉藤和義さんの忘れ物っていう曲があるんだけど、はい、そのなんかフレーズが俺なんかすごいなと思って、向こう見ずなやつが現れて全てひっくり返す前に、死んだふりはもうやめにしよう、向こう見ずなやつやったはずやねん自分って、本来ここ来た時に、けどなんか綺麗に収まってもって、上手に立ち回ってんなみたいな、はあはあ、あーってほうひっくり返すやつ出てくるぞもうっていうね、これはもうやめる、すごいなと思って、なんか知らんけどこれを書いた本人にこのまま長文のメール送りつけたことあったわ。向こうはぁ思たやろな。そう、実際ね、そのもう、関係性があるから、そういう歌詞の話ってこう飲んだりしてる時に聞くんですか。歌詞の話じゃないけど、斉藤和義さんと蔦谷好位置さんと、で俺と竹と、はい、で飲んでる時に竹とが、いやいよいよ明日ですって言うから、何なのって斉藤和義さんが、いや明日タケトがアメトークで企画した企画の収録やと、はい、で俺とタケトが一緒にっていう出ると、でそれが果たして跳ねるかどうかみたいな話で、はい、やっぱりこう芸人でもいろんなこうゲートが開く瞬間みたいなのがあって、例えばそれこそあの有吉なんかが品川におしゃべりクソやろって言った時にゲートがなんとなくこう開いた、
みたいな、えほなジュニア君はいつなのみたいなこと言われて、俺は、滑らない話の深夜で一発目始まった時に千原って出て、残念なりがいましてって言って、そこから立て続け3連チャンで千原千原千原って言って政治の話を3連発して、まあバーってなった時に、なんとなく今思えば入ったのかもしれませんみたいな、うん、蔦屋さんは何なんですかって言ったら、もうほんまにもう貯金残高もう、かもう何千円みたいな時があったんで、ほんでその時にもう最後やって、自分の持ってる一番これいけんちゃうかっていう曲をこのコンペに出したいんで、はい、ほんなそれがもう何千人っていう中から選ばれたんで、それがあのジュディ&マリー改ざんされてユキさんが歌うことになったジョイっていう曲やん、ほんで残高何千の時に渋谷のスクランブル交差点歩いてたら、そのでっかいスクリーンからジョイが流れてきてっていう、はい、あの時になんかゲートが開いたみたいなで、斉藤和義さん何なんですかって言ったら、歌うたいのバラッドを、はい、書き終わった時に、結果そんなにセールスとしてはむちゃくちゃ売れたわけじゃないけど、後にめちゃくちゃいろんなミュージシャンがカバーしてくれたと、はい、その時はそんなことになると思ってんかったけど、歌うたいのバラッドを書き終わった時になんとなく僕のゲートは開いたような気がするって、うーんみたいな話をしたことある。うーん、で次の日斉藤さんから電話かけてきて、武田君のゲートどうだった、開きも閉じもせずいう感じですうまいこといきませんねゲート下からこうくぐった感じパフュームで、うん、ハってなるというか、ドリームファイターっていうパフュームさんがちょっとこう今から行きますせぐらいの時のめっちゃええ歌あんねんけど、そのま、ねえみんなが歌うもんやか、そのねえみんなが言う普通ってさ、なんだかんだで実際は多分真ん中じゃなく理想に近いだけど普通じゃまだ物足りないのっていうところがあって、うん、これってああみたいな、その時の女の子とか人間表してんなというか、うん、どれぐらいの家がええかなとか嫁はんとか言って、いやもうそんなお金持ちとかじゃなくていい、普通でええよな、そやな、俺ら普通でええよなって言ってるけど、その普通ってほんまの普通より、うん、どれぐらいの間取り、どれぐらいの収入、どれぐらいのもんってなって普通よりちょっと上、うん、まだまあ自分の子供が生まれた、うん、どんな子になったらええかなみたいな、いやもうそんな俺らやねんから普通でええわって言ってるけど、その普通っていかにもほんまの普通やったらちょっと物足りんというか、うん、なるほど、普通の子になってくれたらええなって言うてるこの理想は普通よりちょっとええの言うてまう人間おるな、せやけどこの先も言ったらもっと頑張ろうみたいな、その先へみたいなことを言うてるの、うん、Perfume さんはこの頑張って結果出てんけど、 こんなん思ってる割にあんま頑張れへんよなみんなとか、その理想高いのにあんま頑張れへんって、なんとなく普通になれると思ってるのってあかんよなみたいな、だこれ聞いたら、あ、ほんまに頑張ろうって思える曲というか、パフュームさんのライブを見に行っても全部大体好きやけど、これかかった瞬間はっってなるし、新喜劇の台本頑張るみたいな、でも新喜劇のドラムのモチベーションバッ下がってる時とかこれ聞いたらちょっとってなるな、だからまさかあんな綺麗な可愛い子ちゃん3人から頑張る勇気をいただいてるっていうのはドリームファイターね。あとあのカントリー娘やったっけ、はいカントリー娘、はいいますよ、カントリー娘さん石川さんと、はい、マー君の、うん、佐藤田舞、ま、ちゃんがやってた3人組のやつあって、僕そのツンクさんが作ったツンクさんプロデュースハロープロですよね、カントリー娘に石川理香って、まあ、一応ユニットですね、はい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 、の時ミュージックステーションだったと思うんですけど、カントリー娘に石川理香が新曲やりますって言ってたから、おーみたいな、どんなんやろうと思ってたら、てーてけ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 てー、こんな私を丸ごと愛してって始まったんですよ、うん、めっちゃ笑けたんですけどね笑けたんですよ、俺新曲がどんな感じかなと思ったら、もういきなり初回からバーン掘られた感じというかさ、可愛い女の子がてーてけ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 てー、もうどんな歌いなんこんな私を丸ごと愛してファイバーンってきたとかすごいアイドルアイドルしたそこからまあイントロが始まるというか、
それはびっくりしたな。結構いろいろハロプロの時はびっくりしたな。ミニモにテレフォンだリンリンリンってもうわけわからんやん。そうですね、多いですね。あの時だってもうなメイクと電話となんか子供たち、うん、ちっちゃい子が興味あるやつ3つ入ってる歌やったみたいな。僕もあのハロプロ好きなんで。はいはいはい。モーニング娘。のザ・ピース、うん、はあ、選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだって、はあ、これ急に出てくるんですけど、うんうん、ほんまに急に出てくるんだよな。そうで、他は、デリバリーピザ、M か L か悩むとか、うん、そんな普通の話が出てきてこんなんも出てくる、うん、でもこれ多分20年近く前の曲ですけど、未だに投票日に、うん、まあ、ハロプロファンだけじゃなく投票ウィッテ外食ってめちゃめちゃつぶやきがあるんです、うん、このフレーズを投票行ってきてあの外で飯食うたっていうのをみんながつぶやく、うん、と、これのおかげでほんまに投票率 0.2% ぐらいは上がってんちゃうかっていうぐらい、いや上がってるかもね、未だにこれみんな言うんです、うん、意識的に投票行ってんの、うん、そこだけなんかパーン入ってくるよな、うん、で投票ウィッテやしこれそう投票行ってやったら、これは歌詞上は投票行ってなんですけど、うん、あの歌い方は投票行ってやし、なんやったらここも投票行ってやし、知らんけど、うん、ここにも運入るんですよ、投票ウィッテな、投票ウィッテ、うんうん、いやし選挙の日もちゃうもんな、選挙のフィッテやもんな選ここも運入ります、選挙のフィッテやもんな、だからそれがなんか未だにこのフレーズちょっと一人歩きで残って、で現役メンバーたちがまたこう選挙権持ち出したら投票行って外食してきましたみたいなブログに載せたりとかして、なんかずっと受け継がれて、ほんまええことを言うてはるなというか、なるほど、ほんまなんか政治をどうこうじゃなく、うん、ただこれを言うことで、うん、みんながなんかそういう参加する意識を持たせて、なるほどね、すごいなって、押し付けがましくなくな、はい、うん、でずっと覚えてる、イベントごとぐらいのことでやってますし、俺ねちょっとこうピンポイントでちょっと分かりにくいかもやねんけど、はい、俺すごいなっていう、まあある種大喜利の答えとしてすごいなと思うんだけど、はい、We Love Television って、はい、あの萩本欽一さんの、はい、ドキュメンタリー映画をあの日テレの土屋さんが撮って、うん、で岡村康之さんが主題歌エンディング曲を作りはんねんけど、まあ、今の萩本欽一さんをどう書くかやね。裸足で雨の夜を歩くと昼間照らされ逃げ損なっていた熱が残ってた、うん、裸足で雨の夜を歩くと昼間照らされ逃げ損なった熱が残ってたって、うん、これだから今、まあ、今のことやわ、うん、今の萩本欽一さんのことやわ、うん、でもすごい、うんうん、昼間全盛期やった時のことが、うん、の熱がまだ残ってるっていう、うん、そのまあ言うたらこれちゃんと萩本さん理解したら君なんちゅうこと言うねやって切れられてもおかしないと思うんだけど、うん、これ結構勇気いるけどズバッと、うん、今の萩本欽一とはっていう大喜利の答えとしてすごいなと思って、でも萩本さんも怒りはらへんですよね、そう言えば、うん、もう 100% 視聴率の時と比べると、うん、裸足で今も裸足で雨のもう真っ暗中歩いてると、でも往年の時に逃げ損なった熱がまだ残ってるっていう気持ちとか、テレビに対する、ね、考え方とか、まあ言えば褒め言葉にも聞こえます、ね、あ、まあね、あ、全然ディスってないというか、うんうん、僕なんか別にこんな夜の街歩いたってそんな冷たいままですから一回も熱されてないからただ濡れるだけ萩本欽一さんほどはもう全然熱されてないから、うん、すごい、なるほど、結構これが冒頭でこっから曲始まんねんけど、うん、
じゃあ小籔さんのさっきのアイドルの、うん、何でしたっけ。こんな私を丸ごと愛してはいがズドンときたんで、うん、調べたら1997年の曲みたいなんですけど、僕ブランキー・ジェット・シティが大好き で、うん、で当時1997年に流行った曲とかが、例えばミーシャのエブリシ、うん、恋愛の方もほんまに今でも歌い継がられる綺麗な恋愛ソングが流行った年なんですね。でもなんかこう僕は音楽好きだからいろいろ聴いてたんですけど、なんかこうバチンってくるのがないなと思ってスペシャル TV つけてなんか別のことしてたら、デデデデンデデンデデンってギターのかっこいいリフト、走るドラムでわーって、誰とでも寝るようなそんな女の子が好きさ、ズドンそうなんや、これはズドンきました。それこそもうきらびやかな恋愛ラブストーリーをこう歌い上げてる時に、もうこっからデデンデデンデデン、かっこいいと、もちろん聴いてはいましたし、アルバムも数枚持ってたんですけど、そっからまた遡ってドンハマり、今でも大好きですね。ブランキー俺も書こうと思った。ちょっとのんちゃんなんなん。僕はあんまり出しにくいかなと思って、ディズニーランドへ。うわー、ええ曲。友達にディズニーランド行こうよって誘われるんですよ。でも僕は行く気がしない。なぜなら彼は気が狂ってるからって言うんですよ、うん、で一緒にいるところを見られるのがとても恥ずかしくてたまらないからっていうのがサビなんですけど、え、こんなこと言うてええのみたいな。そう中学か高校やったかな、うん、なんちゅうこと歌ってんねんや、うん、けどなんかみんながどっか感じてることを、うん、こんな言うねやみたいな、うん、はびっくりしましたね、うんうん、そのスーパーバタードッグっていう、はい、その離れ組さんとかレキスさんがいらっしゃる、うん、バンドで、はい、そのさよならカラーっていう、まあ、めちゃめちゃええ歌あんのよ。最高ですね。でそれのまた PV がそのメンバーの方々お若い時、離れ組さんも歴史さんもお若い時でちょっとじゃれたり感のやつで離れ組さんの歌バチーくんねん。もうそれ見てたらあほんま頑張らなあかんなみたいな、うん、なんか言い訳ばっかしてはあかんなみたいな、ちゃんと頑張らなあかんなと思う。いつもお風呂入るときにこれバーってかけてちょっと使ってて遠くで聞こえたりとかしてんねんけど、この一回その YouTube パッて見たら低評価押してるやつおって、誰やねん思って、これこの PV に低評価押すやつ誰やねんお前、鬼やないかそんなもん少なやん、むちゃくちゃ悪いやつおるやん思って、あんな APV に低評価押すやつ、誰か来てくれ、これ何は低評価やお前の 指当たってもうたんちゃうか、つくなんの指がいやいいけど、こう俺がな、その押した指くたるわ俺が思って、誰お前の高評価ないね、この低評価はどれやねん思って、ほんま話聞きたいわ。確かにいい曲ですよね、あれあれに低評価押すやつおるから、もうこの動画で低評価何も来たって、うん、そりゃそうでしょってなるじゃんかさよならカラーでさえついてんねんから、そりゃこんなもんチャンネル登録お願いします。いい絵から始まる歌もあるけどな、あれも誰かに問われたんやろなってな、あの天秤座のさ、いい絵ってなるよ